でした。松戸が2コース、第3の子埼玉栄高校3年生山下、第4の子166センチのスプリンター源です。第5の子昨日400メートルで日本新記録を樹立しました千葉、第6の子現在アメリカに留学中です中野彩子、ユニバーシアードの代表です。第7の子地元日大三島高校3年深尾、第8の子去年の全国高校総体で千葉を抑えて優勝しています井本、第9の子安富も先月の東アジア大会の代表でした。以上。さあ末光さん、はい、源と千葉の争い、千葉も昨日の日本新記録で弾みをつけてますし好調ですし、こちらも勢いのある源面白いですね。そうですね、それにあの千葉も意識をしておりましたが6コースの中の、はい、室内選手権で短水路の日本新記録を作った。昨日に続いて2つ目の日本新記録千葉、そしてこのスマイルやりましたね末光さん。はい、まあ、彼女の場合には400メーターまで泳ぎますから、はい、前半のこの27秒24という入りがあればですね、後半はもう彼女のものというような感じですね。そうですね、55秒56、今シーズン世界ランキング3位に当たる記録です。前半から見事なレース展開を見せました千葉です。2着には中野、源は3着でしたですね、はいはい、放送席、2日連続の日本新記録の千葉さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。レース前昨日に続いてまたちょっと千葉さんにしては珍しく不安げな言葉があったんですけれども、レースは切りますとね、まあ、世界のまあトップ3に入ってくるわけですからね、はい、高校3年東アジア大会の代表でしたスプリンター、この井本もスプリンター、近大附属高校2年予選2分5秒66千葉を破りたい同僚の宮地幸子、今大会3つ目の日本新記録なるか千葉、高校1年生の岡田、中学3年のスプリンターです。田村は昨年のインターハイの3位の選手です。千葉にとってはこの女子の 200m 自由形は5連勝さらには日本新記録がかかっています。予選で2分6秒30でちょっと疲れてませんか。そうですね、もうあの疲れてると思いますけれどもね、はい、これも最後のレースになりますのでね、ぜひ思い切ったレースをしてほしいですね、はい、今大会では非常に好調ですから、後半も十分期待できます、はい、ですからこの 100m まさにあのもう一回ね、世界にこう十分チャレンジできる状態になってきたなという感じはしますね、はい、今大会は100そして200、400と3種目に勝ちましたが、スタートからもう一度ご覧いただきましょう。そうですね、この奥の綺麗なストロークっていうのが目につきますね、このリカバリーの腕の高さがですね、前は相当こうブレていたんですが、はい、非常に平均的な高さに上がるようになりましたね。そうですね、確かにあのこの心の状態も十分いいでしょうしね、はい、体そのものがねいいです、うん、まあ、精神的な苦しさからもどうやらこう解放されて、はい、また千葉らしさが戻ってきましたものね。そうですね、あのキックがですね、あの以前よりあるでしょ。わーおじゃじゃーん、いや空回りしていると言っていました前原。その前原が5コースに登場いたします。400と200のダブルタイトルを取ろうという前原ですが、
その他西岡、木村、黒鳥と好調の14秒22。1コースは佐賀学園高校2年の吉田。2コースは広島みどり高校1年の武田。3コース大学生になりました平泳ぎで5年ぶり 200m に勝ちました西岡。4コースは糸満レオ校長の河合。自分の持ちます日本記録を破りたい前原得意の200。6コースバルセロナ代表でした木村。400の方が得意です。東アジア大会の代表でしたセントラルの黒鳥、ワールドカップも転戦してきました。8コースは北海道札幌青州高校の高橋。9コース大橋は大学1年です。前原はこの200の方が得意か。まあ、それよりもですね、やはり約1ヶ月前に東アジア大会で泳ぎましたね、素晴らしい泳ぎをしてくれたんですけれども、やはりその大会の疲れがちょっと残ってんじゃないかなというか、はい、何一人でできるもちゃんとまいちゃんが双子になってお料理を作るって書いてあるじゃり。わあ本当だ、いいでしょって書いてあるじゃん。うん、いいかもしれない。前原の優勝タイム2分15秒31ですが、まあ、彼女が出しました2分14秒22には及びませんでしたが、これが今シーズンの世界最高で、はい、今の記録は実は世界第2位なんですよ。そうなんですよね、まあ、そのくらいですね、はい、まあ、疲れた中でもその自分の力を発揮できるようになってきた、はい、これやはり間違いなく世界のですね、トップを狙える証明ですね。そうですね、はい、少なくともこの前原が東アジアで出す2分14秒22の前の日本記録は2分17秒キック引きつけますけれども、はい、膝の方が胸の方にこう来るんじゃなくてこう張った感じですね。約大腿部とその上半身の角度が120度ぐらいだと思いますけれども、非常にいい角度で蹴れてる、うん、女子 200m バタフライ日本記録を持ちます春菜が4コース、そして同じく昨年は世界で4番の選手が2ストローク1ブリージングパターンですね、はい、それから真ん中の神戸選手は2ストローク1ブリージングパターンなんですが、第2キック1ブリージングの、はい、パターンですね。さあ神戸が飛ばしましたね。今は後半型です。そうですね、はい、まあ、春菜選手と言いますとね、昨年の優勝者の中学生の春菜を退けました。1コース東島那也選手、お父さんは解説者です。今私の隣におります。ドキドキしますか。ドキドキしますね。2コースは勝原、東アジアの代表で4位でした。昭和62年から4連勝しました。現在の日本記録保持者細田、勝てば初優勝、カナダの小達の力をつけました。後半に強い選手、3連勝を狙います。早稲田に進んだ川島、独特の背泳ぎが特徴の秋山ですが、800に挑みます。日体大1年、深野は400で4位でした。注目は5コースの五座、200を捨てて換算すると1分5秒ペースぐらいになってますので、はい、だいたい勝負期待でまた力をつけてきましてね。なるほど。その代表を見ますと、はい、五座選手がやはり離せなかった、勝負になってくるなというふうに考えていると思うんです。緊張ぐらいまで持ってきますとチャンスはありますけれども、ベストレコードになります。そうですね、もう確実に力をつけてきてる、はい、素晴らしい選手になってきましたね。そうです。